第1回ピットワンモーターフェスティバルね。僕もあの昼一番で来ましたけど、はい、なんと朝からやってて300人来たそうですね。300人もすごかったです。朝は嘘だろ嘘だろ。いやスタッフ、いや見て、スタッフも大して疲れてないよ本当にか。300人来た。来ました来ました。ほんでね、来た人全員にこのピットワンステッカーがもらえて、もうないんでしょ。下にあるだろう。いやないよ。ない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 。300人来たそうです。本当。はい、もうすごかったです本当に。そして、はい、エグゼさんも関係してるの？そうです。うちからはですね、はい、スペシャルカーを2台、はい、あのアベンタドールの SVJ と、はい、あとは、マクラーレンのセナの LM ですね。2台。珍しいな。そうです。薬師流でも以前紹介してる。はい、ああ、マクラーレンね。そう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 です。店に置いてあったやつ。そうですそうです。あの1億円以上するやつ。そうです。あれが。そうです。あれ売れてない。まだまだ一応今、はい、商談中。商談中ですすごいね商談中って1億ってね、はい、それを今も今日持ってきてあるんですね。そうです。2台展示してあります。ちょっと目玉の車もあるということで、はい、私あの日曜日家庭サービスしなあかんのに呼び出されましたそしてね、車ちょっと、ね、ピットワンさんといえばね、やっぱり板金塗装、あとタイヤ。そうですね、がメインですね、はいはい、ちょっとね俺ね、あそこに置いてある今日僕のティファニーで来たんですけど、ティファニーちょっと相談岩田君にしようと思ってね岩田君のところちょっと全塗装しようと思ってね、ちょっとその掛け合いもしたいと思います。それでは、中行ってみましょう。さあね、そんなにだだっ広いわけじゃないんですけど、ね、なんかこういうね、屋台も出ちゃったりして、こんにちは、どうも、じゃあ、ね、君に焼かれたい暑い中ありがとうございますでこういう屋台も出てて、そしてね、これエグゼの田島君の車かな。そうです。今勝手に両面テープ貼ってる人いますけど、ちょっと何やってんの。勝手にダメだよこれ、両面テープ貼ったら。これ薬師さんの許可をいただいて、はい、実はですね今回はい、田島君の許可を得てちょっと今型を取らしてます、はい、あ、そうなんです。取ってもらって、はい、ほんで、ね、名前名付けて薬ちゃん突っ張りルーフ、これをね制作、はい、アベンタ用制作ということでね、僕の高校の同級生の八尾谷君なんですけど、はい、仕事は無職なんですけど今日暇なんで連れてきました。なるほど。そしてこれで突っ張りルーフ、はい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 、これをね制作、そして販売します。交互期待。僕の、ね、ディアブロにはまってますけど、アベンタ用を今回ちょっと取って、だからこれさ職人さんなんで傷つけないようにこうして、今日このラインを取ってって長さを取っていって今度販売します。型取りしてるんですね。そうエグゼさんでもね、はい、これ販売してもらいます。はい、ぜひぜひ。もうすごいよこれ、バカ売れだと思うこれは、はい、でこれ田島君そうです、うちのデモカーですね。デモカーですね、はい、なるほど。 SVJ です。 SVJ、これとか社外品でしょこれ。そうですね、フロントリップとサイドも、うん、社外のリープデザインさんの、へー、はい、っていうのがハマってる。そうです。そして以前、ね、紹介したマクラーレン、これはい、例の金のマフラーですよ。金のマフラーでしょこれ。そうですね、24金、ねえ、なんか菊の花かなんか植えたいけどな本当に、これまだ今まだ
売れてはいないんだ。そうですね、一応、はい、お話しさせてもらってるっていった形ですかね。商談中。だってこれ販売価格いくらだっけ。こちらでも2億超えるっていった形です。なるほどな。2億だって売れる一応、はい、ま、間違いなく売れる、いや、と思います、はい。買う人がいる。これね、はい、これ正式名称はマクラーレン、マクラーレンセナ LM ですね。 LM、はい、ルマン、ルマン、ルマンって意味なの。ルマンって意味ですね、はい。違うんだ。あのルマンって思わないよね。 LM って言うとさ、 L サイズから M サイズにダイエットしたのかなと思って。そういうことじゃないんだね。 LM、 ルマン、ルマンですね、はい。まあ、はあ、この展示してあるということでね、はい、はい。さあ、そしてね、はい、まあ、あの江口さんから2台を持ってきてもらったんですけど、どうしても今回紹介したいっていうね、車、もういいの？行っちゃって、はい、こちらのポルシェ、じゃん。なんだろうね、え、あの靴の中敷きみたいな感じだね。靴の中敷きをイメージした感じ。入っちゃっていいですか。大丈夫、大丈夫。いきなり。大丈夫、大丈夫、大丈夫です、大丈夫。靴の中敷きじゃないです。これ違うの。何をイメージしたんですか。あの裏地。服の裏地をイメージ。なんだろう。いや、これは単純に世界一黒い塗料っていうのがあるんですよね。これ色が塗ったるわけ。そうっす。貼ったのじゃなくて塗ってやります。触ると触っていい、取れるんですよ。あ、え、触れないです。触れない、触れないです。触れないし雨にも濡れないちゃダメっていう。乗っちゃダメ、乗っちゃダメ。初回はあ、乗れます、乗れますよ。乗るけど雨に濡れちゃダメ、はい、触ってもダメ、触ってもダメ、はい。洗車はダメっす。洗車できない。まあ、正直ネタでやったっていう感じですね。これ。あのね、俺も2009年の、ダッチチャレンジャー乗った時、当時あんまり誰もあんまやってなかったんだけど、あのいわゆるあの塗装した艶消し、はい、黒に塗ったんですよ。はい、すぐ新車ですぐ、はいはい。その時に手垢がついたらダメだって言われたんです。はいはいはい、もう触れないって、はい。でもそれ以上だよね。洗車できない、雨の日乗れない。はい、ハト糞がもう走ってて、うん、ハト糞とか落ちたりしてもダメですよね、もちろん。なので走るのも気を使いますね、うん、もうハト糞落ちてきたら避けなきゃいけないんで。瞬時に分からへんって。ちょっと待って、じゃあ例えばですよ、これ今後この車は見てそんなに不便な車、確かに目立つしさ、はい、塗りたいって言ったら、いや、やるんですか。やらないです。やらない。断ります。断る。もうやめときなと。要は夜も全く電気がないと、もう全く見えない車になっちゃうんで、うん、走るのも正直危ない。そうなんです。真っ暗に溶け込んじゃうと。何年塗ったの。YouTube の、まあ、うちのピットワンの YouTube のネタで塗りました。はい、そしたらだいぶバズっちゃったんで。もう何でもいいから塗ってくれって言ったらいくらで塗ります。あ、どうすかね、50万円からですかね。あ、そんなもんな。いや、意外に安いです。意外に安い。そうそう、はい、だからうんことか、鳩のうんことか、はい、カラスのうんことか落とされたら、はい、塗り直せばいいんだ。あ、そう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 、そうです。あ、一回落とされたら50万が安いもんだね。そうなんですよ。これがまあ、最近できたばっかり1ヶ月前ですね。これこっちに置いといた方がいいんじゃない。なんか汚れない。いや、もう正直あと1週間弱で、1週間10日ぐらいで、はい、まあ、あの落としております。これをやめちゃうんだ。元通りにします。あ、そう。今だけ。そう、今だけ、今だけ、はい。気使って乗れないんで。なるほど、はい。というわけでね、これで名前は何塗装って言えばいいの。新黒色無双っていう塗料があるんですよ。それ なんか麻雀の手かなんか。世界一黒い塗料を開発したメーカーさんがいて、はい、でその塗料を僕が使ってコラボしてこれを塗ったみたいな。
感じです。何色って言えばいいんだろう。いや黒でももうこれ以上ない黒になってくるんで真っ黒真っ黒闘争の名前は真っ黒でもまあ普通に走っててもさあこの人結構変わった黒だなと思うけどよく見たら本当にすごいよね。そうっす、まあ、名古屋走ってめちゃくちゃ見られたんで真っ黒ですね。真っ黒、はい。というわけでね、もうちょっとで塗り直すそうなんで、岐阜市内、名古屋市内、愛知県内でこの真っ黒を見たら薬師流までお便りください真っ黒、真っ黒はい、そうですね、はい、わかりましたね。真っ黒やってみましょうか。じゃあね、でも開けたとこはやってないね。触っちゃうからどうしてもあそこだけはやめておきました。じゃあもうこの外回りが黒になってくるんですね。そうそうそう、はい、はい、というわけでね、真っ黒に興味ある方ピットワンさんにお問い合わせください。ありがとうございます、はい。さあね、今回のこのピットワンさんのこのイベント第1回の、これはもうどういう趣旨で、この世界一黒いポルシェが、はいはい、ものすごいバズったんですよ、はい。でピットワンにお客さんやっぱ見に来たいってすごい来客があって、はい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 、でまあ、僕らも仕事でちょっと対応できない部分がありましたんで、まあ、イベントをやってあのみんなにまあ見ていただこうという感じで今回のイベントをやりました。あ、すごい反響が。いや、すごかったです。ありがたいことに2週間ぐらい前の告知なんでまだ、はい、さすがにちょっと集まらないかなと思ったんですけども、はい、もうおかげさまですごい大盛況で、ねえ、ピットワンオリジナルね、真っ黒のポルシェ、ね、昔ありましたよね、山口百恵ちゃんの歌でバカにしないでよ、知らないこっちを向いて、知ってますよ。プレイバー、プレイバー、真っ赤なポルシェ真っ黒なポルシェ、そうですね全然引っかからないね時代の流れですかね。はい、わかりました。ということでね、今回のピッタワさんの真っ黒なポルシェ、またね、ちょっと興味のある方お問い合わせください。塗ってくれるかもしれませんよ。はい、その代わり週に1回自然塗装ね。週1自然塗装、ね。お金のある方ね、ご自慢ね、ぜひお問い合わせください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ご自身でとマスクのセット。いきます。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、次いきますね。最初はグー、じゃんけんぽい。